教女、フアナは、スペインの画家フランシスコ・プラディーリアによる1877年の油彩キャンバス画である。現在、マドリードにあるプラド美術館に所蔵されている。絵画は、ローマで制作され、スペインに送られた。非常な成功を収めたので、オリジナルの複製が最終的に多数作られた。この絵は、スペインの歴史画ジャンルの注目すべき例である。 1878年の全国美術博覧会で名誉勲章を獲得したほか、1878年のパリ万国博覧会やベルリンの万国博覧会でも成功を収めた。作品の中でプラディーリアはカスティーリアのフアナが死んだ夫カスティーリアのフェリペ一世の棺を見守っているところを表している。フアナは痩せた顔に空虚な表情を浮かべ、 両手を握りしめて直立している。彼女の周りには、帝心たちが様々な表情で集まっている。カスティーリアのフェリペイ聖は、ジョーチフスで突然亡くなり、いつの日か、眠りから覚めるとフアナは信じて、看護家を持ち歩いていたと言われている。これは、フアナにとっての普通の儀式を表しており、帝心の顔はすべて退屈さと倦怠感をたたえている。不穏な天候は、居心地の悪い。 この場の空気を鑑賞者に伝えている。照明の効果は、レンブラントを彷彿とさせるものとして解説されてきた。しかしながら、おそらく本作について最も賞賛され、専門家を最も感動させるのは、構図の技術である。精神に錯乱をきたしているフアナは、棺から奥へ続く右方向の対角線と、焚き火の煙によって示される左方向の対角線が作る。 X 字型の中央に配置されており、ドラマの中心人物として際立っている。ドニャ、ファナラロカ、ムセオデル・プラード、2015年7月23日、閲覧。プラド美術館、ガイドブック、2009年刊行、208号参照、ISBN 978から8484801894、2021年3月22日閲覧。 ありがとうございます。